前提として、私は旦那を亡くした子なし。旦那が生前くれた指輪を毎日つけている。旦那がもともとつけていたものだから、サイズが合わず、ちょっと引っ張ればスルッと抜けるけど、日常生活に支障はない程度。先日、駅のホームにて、ベンチでうとうとしていたら、手に何か触れる感触。寝ぼけながら目を向けると、指輪がない。隣に座る女性が、4歳くらいの女の子連れ、立ち上がったところを、怪しいと直感。腕を掴んだ。あの、指輪。と声をかけると、これは私が買った。と逃げようとする。揉めていると駅員が来て、わめく泥を連れて、事務所のようなところへ移動させてくれた。泥は、これは私が買った、の一点張り。近くのショッピングモールで買ったことや、数年前だから証拠はないけれど、主人と選んだ思い出の品で、とスラスラ話す。私は、自分のものだと証明できない。もともと、旦那が持っていたものだから、どの店かも知らない、いつ買ったのかも曖昧で、保証書みたいなものもない。混乱や動揺で、話せば話すほどたどたどしくなる。旦那の形見で、本当に大事なものだから返してほしい。と訴えるうちに、なんだか泣けてきてしまった。警察を呼んでください。と、駅員さんに声をかけていると、泥子の様子がなんだかおかしい。ごめんなさい、ごめんなさい。ママが泥棒してごめんなさい。と泣き出した。それが、駅員さんでもなく私でもなく、何もない壁を見てる。おじちゃん、ごめんなさい、ごめんなさいと。泥が、何言ってるのよ。と話しかけても、ママを叩かないで、ごめんなさい。と、空中に語りかけて号泣してる泥子。怖くなったのか、泥も泣きながら、私が盗みました。泥子を助けてください。ごめんなさい。と言い出した。泥子が引きつけを起こして倒れたので、てんやわんやになり。もう、警察はいいからと、指輪を返してもらって帰宅した。警察を呼ばなかったことは叩かれるかもしれないけど、慌てふためく泥を見てたら、なんかもうどうでもよかったんだ。私は、霊感などは否定的な方だから、泥子が旦那の幽霊を見たのかはよくわからない。もし旦那だったなら、こわもてのくせに気弱だったから、泣いた泥子を見て、慌てたんじゃないかなとは思う。指輪は、シルバーのシンプルなもので、高価なものを狙ったというよりは、盗癖なんじゃないかな。旦那の誕生日だったので書き込みました。今も指輪は大切にしています。皆さんありがとうございます。サイズは旦那がつけていたものを少しでも変えたくないと思ってそのままにしていました。ネックレスにしなかったのは旦那が死んで毎日泣いていた頃。指輪を見て旦那が手を握っていてくれるみたいハートという気持ちだったので